はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは。楓さんちへようこそ。最近というか、まあ、いろいろとお金を貯める手段として株をやったりだとか投資をやったりだとかっていう方がいらっしゃると思うんですけど、まあ、その中でも、まあ、今あるお金の中で貯金をねしようと思ってて、まあ小銭貯金だったり100円玉貯金とかっていうのがあると思うんですけど、皆さんどういうような貯金箱を使っているんでしょうか。やはりカンカンのとか、あと陶器のねやつだとか、まあいろんなのがあったりとかするますけど、そこまで金をねかけて貯金箱を買って途中で開けてしまうこともあると思うので、まあもったいないなっていうことで、今あるものですよね。あのペットボトルに穴を開けて、まあ、それに入れるとか、まあ、変な話ティッシュのね空き箱とかを使って、まあそれに無造作に入れるとか、あとなんだろう、コップみたいなやつにまあジラッて入れて、でまあそれがいっぱいになったら郵便局だったりにこう入れるっていう方がすごく多いっすよね。うん。まあ私はね、一応、ペットボトルに入れております。穴開けてね。で、まあそれは、一応ね、いくらを入れるとかっていうのはないんですけど、皆さんどういう貯金箱を使ってるんでしょうかね。陶器の貯金箱でも、その豚の貯金箱だったりだとか、他のやつですよね、フクロウとか、あと何がある、あと本当にね、なんだっけ、貯金箱、小銭貯金を見ると、あのブログとかで見ると、その漬物とかで使うような、瓶っていうのかな、そういうのをまあ1週間、1週間ね、溜まったやつをこうジャラジャラって入れると、あ、1週間じゃないか、その日使って、あの余ったやつをジャラジャラって入れると、それがいっぱいになるとね、結構5万10万円ぐらいになるっていう話ですよね。結構それはね、あれだよね、途中で使いたくなるよねそれはね、多分私だけかもしんないけど、途中でまあ郵便局なり何なり入れてすぐ使いたくなりそうまあ私だけかもしれないですけどね。うん。皆さんどうでしょうか。どういうものにこう入れてますか。それとも最高でこのくらいの値段というか、このくらい貯まりましたよとかっていうの
今ありますでしょうか。もしよろしければ教えていただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。